岡村照彦は、明治期の日本の判事、弁護士、浜松藩出身。鶴舞藩校申請として、改正学校に学び、ロンドンに留学して、ミドルテンプルで、バリスターの資格を得た。帰国して、東京公訴院、大審院判事、横浜出身裁判所長を務めた後、次官して弁護士として活動し、千島間事件で弁護を行った。東京弁護士会会長。 中央大学学長も務めた。安政元年7月20日、同年12月20日、安政2年7月2日または、同年12月20日、浜松藩士、岡村吉正の子として、大阪倉屋敷に生まれた。外祖父東縁元貞により東縁屋の通話元から木之助と名付けられたが、後に幸之助と改め、14、15歳頃、照彦と名乗った。 7歳の時、祖父岡村義、父吉政が、国本浜松に幽閉となり、家は困窮した。反抗国名館に入学したが、解明的な祖父、父の方針で、感覚は深く学ばず、婚与図式、寛海異文、三考絵図日誌、高田屋和兵ロシア物語等を読んで海外事情を、学んだ。現時元年天狗党の乱に対し、槍を持って、大砲係の父に従い、 三河日に敬語した。明治元年9月浜松藩は鶴舞藩に転覆され、2月1日で和佐国鶴舞に移った。明治2年父に従い上京し、三つくり周平に外国語を学んだ。明治3年、過去鶴土と共に鶴舞藩校申請に選ばれ、大学南校に入学し、明治7年改正学校イギリス法律家に進んだ。 後進生時代はナポレオンを尊敬し、また好んで北海道開拓を論じたため、岡村ナポレオン、岡村北海とあだ名された。1876年6月第2回文部省留学生として都営し、10月ミドルテンプル T、D.C. アトキンスに法学を学び、11月、キングスカレッジロンドンに合格し、ミドルテンプルに入学した。 留学当初は応用な性格で、メンドイズムの哲学者などと自称していたが、留学中に勤勉な性格に変わり、試験勉強にのめり込むあまり神経衰弱、脳貧血を発症した。ロト戦争中は、オスマン帝国を支持し、フェズをかぶって、ロンドンをカ歩した。1880年1月放送院員試験に合格して、バリスターとなり、2月高等法院女王座部大議員となった。 新政府で出世した父から支援を受けて、巡回裁判所にも参加し、開示裁判所で、開示法の実務も学んだ。明治法律学校の講師と学生たち1881年2月、帰国し、6月司法省民事局雇いとなり、麹町築場6番町42番地の父の借り宅隣の茶畑藩に住んだ。10月東京高祖院藩時に就任した。 1883年1月大審院に入り、3月刑事局に配属された。大審院では、長野県上高江郡奥山、田村、中山村、牧村の間で争われた日、影山協会総論一件に関わり、中村玄家と現地の山奥に入り、村民の怪獣工作に耐えながら、実験を行った。1885年7月、 イギリス法律学校設立者に名を連ね、証拠法を教えた。8月横浜市新裁判所長に就任し、イギリスに習い代言人の地位向上に勤めた。当初感謝に入ったが、後に神奈川大町に移り、かには上京して、高等文化の試験委員、東京法学院、明治法律学校講師を務めた。 岡村照彦ひ八1891年3月裁判所を辞職して代言人となり、京橋区南鍋町に加え、横浜在住の外国人の要請で、横浜にも事務所を設けた。1890年、第2回衆議院議員総選挙に、神奈川県第2区と東京府第11区から出馬を要請されたが、辞退した。百九十二年千島間事件が起こると、 イギリスで解消法を学び、政府顧問、ウィリアム・カークウッドと地遇のあったテルヒコが担当を任され、横浜英国領事裁判所の法廷に立った。上海英国高等領事裁判所で、カークウッドが敗訴すると、1894年ロンドンスウミツ密院に出張し、省訴して1895年4月帰国した。また、在英中に日清戦争が開戦したため、 新聞、雑誌で、日本用語の論人を張った。1908年東京弁護士会会長に選ばれた。1910年豊田間郡駄ヶ谷町、大技田谷が電磁源寺山173番地に転居した。1912年頃廃棄イ種性喘息にかかり、歩行時の呼吸が困難となったため、弁護士を併業し、療養生活に入った。 1913年中央大学学長に就任したが、業務混乱のため、間もなく、自死。普段は、仙ヶ谷町の自宅にこもり、夏、冬は、鎌倉暮内が谷の別荘に滞在する生活を送った。1915年12月暮れ風にかかり、青山種道、入沢達吉、宮本宿等の診療を受けたが、異潰瘍を併発し、 1916年2月1日午後1時25分、千駄ヶ谷町の自宅で死去し、4日、駒込吉祥寺に葬られた。改名は、大明イン電工富士在来古寺。ありがとうございます。